やっほー、レナです。イエーイ。ということで、今日は何の動画かと言いますと、ベイスターズの優勝記念パレードの道下見しようっていう感じです。現在の時間はですね、朝の9時34分です。ちょっと今日はパレードの下見っていうのもあるんですけど、やっぱりこのオフシーズン、ちょっと自分もその来シーズンに向けて、その来シーズンはリーグ優勝っていう目標、大きな目標を掲げて、さらにさらに頑張っていかなければいけませんし、オフシーズン始まりましたっていうことで、ちょっと走り込みをしようかなと思っております。今どこに来ているかと言いますと、じゃん、これ見えますか？これがハンマーヘッドクレーンっていうらしいよ。ちょっとこっからハンマーヘッドスタートして、ハマスタまでパレードの通路になるんだけど、ちょっとそこをジョギングしようかなって感じで思ってます。どこまで何話したか忘れちゃった。準備運動もできたので。てかさ、このシャカシャカめっちゃ可愛くない？ハーフジップのナイロン素材で、ここスターなの。でもこれベイスターズグッズじゃないの。どうですか、こういうグッズ。めっちゃ可愛いと思うんですけど、これ古着屋さんで一目惚れして見つけて、まあ高校の時なんで5、6年前なんですけど取り出してきた。超ベイスターズじゃないこれ。まあとりあえず今日はこんな感じでタイツとヒートテック着ちゃったから、もしかしたら暑いかも。めっちゃあったかいし、人はあんまりいないです。ハンマーヘッドのオープン11時からとかなんで、結構こっから赤レンガとかの方は人あんまいないと思う。でもレナ、ここまでチャリで来たんだけど、館内とから辺はやっぱ人多かった。なんだかんだ館内って普通に職場みんなのっていう感じだと思います。でなんか船とかもいるんだけど、ヤッホーっていう感じで、とりあえずこのハンマーヘッドのこの一番先っちょの広場がベイスターズのパレードのスタート位置になるみたいな感じです。多分ここでちょっとした催しがあるのではないかなと思います。でここで多分開会式みたいな、で多分それはテレビとかに映るんじゃないかなって勝手な予想をしております。ちょっとね、カメラをこっちのミニカメラに切り替えて動画を撮っていきます。走ります、往復します。チャリがここにあるのでじゃあちょっと小1時間目指して走ります。とりあえず切り替え、じゃーん、聞こえますか？多分マイクの音量が若干小さくなるので、まあいっか、聞こえるよね多分。とりあえずね、なんかこのハンマー、このようなクレーンがハンマーヘッドらしい。これが言葉の由来らしい。ハンマーヘッドって何っていう感じだったけど、ていうかそもそもハンマーヘッドっていうこの商業施設自体がめちゃくちゃ最近できた建物だから、なんかここバスターミナルなんだけどさ、めっちゃいい感じ。ていうかめっちゃ晴れてる、最高。昨日めっちゃさ台風だったからさ、今めっちゃ晴れてることが最高に幸せ。いや昨日の夜雷マジでやばかった。地震あったけど大丈夫だったかなみんな。手ぶれ大丈夫そう。てか結構カメラ距離近いよね。まあいっか。で多分このハンマーヘッドから先っちょからここの道は有料席っていう感じになるらしい。だからそもそもここは一般の方は入れなくなります、パレードの時。何このホワ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 草、めっちゃホワホワしてる。そう、ここが有料の席になって、多分ボックス席ができるのかな分かんないけどっていう感じだと思います。ハンマーヘッドのさ、ハングリータイガーがあれな、めっちゃ大好きだから行った方がいいと思う。みんな
でもパレードの日は混んでると思う。で多分この辺から一般の人も入れる道だと思う。このヤシの木ゾーンからここら辺から見れるんだよね。で多分この辺とかも大人気スポットになるんじゃない。歩道が広くて多分ここでわーってはやてーみたいな感じでやるんだと思います。で多分往復するわけじゃないから片道なわけ。ってことはこの左車線こっから館内に向かって行くわけだから、多分この左車線にベイスターズの選手が車とかで通るんじゃないかなって思います。ここが広いですね。やっぱりここ人気スポットになりそうですよね。なんかさ、ルナがね1年くらい前にみなとみらいをジョギングした動画をノーカットで載せるっていう動画をやったの。やったんだけど、その時はねジンバルじゃなくて GoPro のだったの。ちょっと機材が変わったのだから、なんかすごい。でしかもこれにしてからテストしてないからめっちゃ心配だから、ちょっと早歩きくらいで行くわ。でここがサークルウォークです。かの有名な、見える？そう、ここが大きな輪っかになってるの。歩道橋みたいな、歩道橋スゴ版みたいな感じです。で今こっちから来てハンマーヘッドから来たんだけど、こっちがワールドポーターズとかなの。こっちの道もねめっちゃいいんだけど、でこっち行くと観覧車見えるでしょ。こっちがあのみなとみらいの方、コスモロックとかランドマークとかがある方なんだけど、こっちに行きます。赤レンガが見える方です。こっちに向かって通るみたい。で多分歩道橋は危ないから歩道橋での観覧禁止とかになる気がするんだよね。でここの歩道はちょっと道が狭いので、ちょっとほらこういう狭さの歩道が、ここはちょっとやばそう、見れなそう。落ち着いて通行止めにするって言ってたからさ、あっち車線も通るのかな。ずっとこっち車線なわけじゃないか。でもそれってさ、めっちゃさ、どっちが どの選手通るかめっちゃガチャじゃない。そんなのってどうしよう。でも多分この辺が真ん中にさ、あの歩道じゃない草っぱらを挟んでなのよ。だからこっちから向こうの選手は超見づらそう、わかんないけど。でこっちが赤レンガです。もうあっという間に赤レンガに到着しました。いやめちゃくちゃ近いよこれ、一瞬の出来事じゃない。でもパレードってありえないくらいゆっくり進むよね多分。赤レンガ着きました。ここで今クリスマスマーケットのイベントをやっておりますが、ここは道の幅が広いから見るのはいいかも。じゃーん、おーすごい、ちょっと見に行っちゃおう。まだオープン前の赤レンガです。え、ちょっと見に行っていい？見に行きたい。え、なんか実は今そのクリスマスマーケットをすごい来たくて、なんかずっと来たいのに 2,3 年来れてないの、クリスマスマーケットだから来たいんだけど、なんか撮影許可いるらしくて、そのクリスマスマーケットの中はね。だから普通に赤レンガさんの運営さんに聞いたの、撮影許可欲しいんですけどって。なんか YouTube やっててみたいな言ったんだけどさ、出るわけなくない？普通に切ない、切ないからちょっと周りだけでも撮るわ。
ブレ大丈夫かな。あ、ツリーだ。じゃーん。え、マジで来たい。動画撮りたい。普通にお願いします。赤レンガさん、こんな感じなんですね。なんか去年来た時は入場に2時間待ちとか言われて、でなんかクリスマスでめっちゃ可愛い格好してたから寒くて無理だったの。寒さにめっぽう弱いからね。だから来れたらいいなって思ってるけど、でもどうせ多分パレードの日は横浜自体がめちゃくちゃ混雑すると思うから、ちょっと危険。クリスマスマーケットへの乱入は30日は危険だと思う。でもなんか雰囲気楽しいんだろう。でほらめっちゃ食べ物いろいろある。行きたい。来れるといいな。てか本当は今日の夜来る予定だったの、赤レンガ倉庫。でも撮影許可、撮影許可取れるか聞いたからちょっとあれかなって。一向にメールの返事来ないんだけど、返事来たからにした方がいいかなと思って。今パレードルートに戻った。でこっちは赤レンガの前、ここはスケートリンクになってます。まだ始まってないかな多分。毎年ここの赤レンガではスケートができます。ここがパレードルートです。ここもね、本当赤レンガの前は広いから結構最後の最後まで見れそうじゃない。ここ全部がもう人で立てないくらい埋まるっていうのは考えづらいけど、そんなことになるのでしょうか。今赤レンガ前が終わって、歩道みたいな橋を渡ってます。ここ警察署。めっちゃパレード見やすそう。小学生の時見学来た警察。ここが象の鼻パークです。まだ10時くらいなんだけど、10時って昼か、普通に平日なんですけど、今日はめっちゃ人多くなってきちゃった。やっぱ朝一か。っていうか暑っ、夏くらい暑い。ここが象の鼻パークの入り口です。こっちがちょっとスロープみたいになってて、木がねちょっと邪魔なんだけど、多分だけど大きなトラックに選手が乗って、その上でハーみたいな、そういう感じだと思うのよ多分。多分このちょっとこの斜めになってるスロープのこことかはめっちゃ見やすそう。ここ場所取りてー。何時から埋まるんだろうこういうところは。でもちょっと遠いよね、距離的には遠いんだけど、多分だけど車トラック的なところの上に乗ってくれると思うから、レラの予想ではめっちゃちょうどいいと思う。だから逆にこの車道ギリギリだと、あ、でもこの車道自体もちょっと段差があるから、ここもやばいね。ここめっちゃ人気スポットだわ多分。こんな感じですごく車道が近いです。ここやばいな多分。ここはオールで場所取る人、てかオールとかダメなんだっけ。じゃあもうみんな早朝から来るってことだよね。でチャリで来れるのめっちゃ有利じゃない、思ったけど。まあ多分ここは人気スポットになりそうですね。ちょっと走ります。この辺からね、あの日本大通りとかの方になってきます。この辺とかもめっちゃ歴史的建造物。よいしょ。
ゾノ花パークはレナが夢とアイロの MV を撮った場所でもあります。あちこちで撮ってるから何とも言えないけど、そうここね、こことかもめっちゃ広いけどあんま遠いと珍しそうだよね。っていうか多分ここは真ん中の車道の道、車道と車道の道間ないから、こことかはどっちサイドとか気にせずに全員がここは通るし見えそう、うん、いやー見づらいかな、ちょっと分かんないけど、あ、税関か、ここ税だ、税、税のとこだ。あー、かわいい犬マスコット、税関前ね、ここが今こっちが税関で、ここ税関で、こっちが県庁、県庁、神奈川県庁、え、ここか、え、知らなかった、ここがなんか県庁的なやつらしい。そんでこっちが税関資料なんちゃらっていう感じで、この県庁の横を通ってちょっとだけこっちに行きます。今の気温が16度って書いてあったんだけど絶対嘘な気がする、絶対もっと暑い気がする。でなんか多分パレードの日も晴れる予定なの、レナが行くし、レナめっちゃ晴れ女なんだけど、てか多分予報的にも晴れだから晴れると思うから、うん、そんな寒くないかもね、もしかしたら。はい、来ました、県庁の横を通り過ぎたところで、じゃーん、これですよ。あ、もう見えますよ、横浜スタジアムが。え、マジで近いな、見える？この道の突き当たりが横浜スタジアムのこのイチョウ並木です。ここが多分一番、やっぱ浜スタ前のこの通りが一番人気なのかな。車道が狭くて歩道が広いの、すごい。だからここは車道が2車線しかなくて、結構さ、この県庁前とかはさ4車線とかあるんだけど、この一番最後の日本大通りは2車線なのね、多分。じゃあ車のことよくわかんないけど多分そんな感じなの。だからほら、こっち行きとこっち行きしかないの、こんな感じです。だから多分やっぱこの辺でも、すっごい見上げる形になりそうだけどね、この車道一番端は。あ、なんかほら、ここはほら車道より歩道のが広い。そしてめちゃくちゃ銀杏が落ちてます。これが臭い要因です。レナが前言ってたキラキラトナカイって、これめっちゃ可愛い。で、もちろんこのようにフラッグがかかってます。日本チャンピオンの、もうベイスターズ通りですよ、いわばっていう感じですね。レナはもう本当に自慢ですね、ここが地元のことが。高校の時とか毎日のようにこの辺を通っていましたから、誇らしく思います、自分がね、そんな高校に通っていたことも。まあ、そんなことはいいんですけど、で本当に綺麗、ここやばいんだけど、見て、見えるこれ普通に。しまって、携帯で写真撮ろう。さすがにですわ、これはやばっ、やばいくらい綺麗なんだけど、ちょっと見せてあげるからね。めちゃくちゃ綺麗です、めちゃくちゃ綺麗すぎます。しかもイチョウが可愛い。ここ多分日がめっちゃ当たるから黄色いんだと思う。わかんない、黄色くなる要因わかんないけど、で多分だからここがね本当におすすめスポットかも。これ書いてありますね、ちゃんと交通規制も書いてあります。ちょっとその辺はわかんないですけど、
ここが日本大通り駅ですね。やっぱここめっちゃ綺麗だわ。やばい、えぐい。あー、そう、ここでファンフェスの時もここでやってましたね、いろんなことを。ここも引き続き2車線です。歩道が広くて車線は狭くて、だから逆サイに行っちゃった選手が見えないとかもないと思うし、ここはやっぱおすすめかも。あー、やばい、めっちゃ晴れてる、最高。セロトニン浴びるわ。ちょ、良すぎないかこの道。本当に誇りに思う横浜を。ちょっとこっから浜下までバーッと行きますね。めっちゃいい景色です。でも本当に臭くはあるんだけど、パチンって銀杏踏むんだよこれ。そう、最高に臭くはあるんですけど、めっちゃ綺麗だわ黄色。やばい、良すぎる。浜下に着きます。あっという間ですね。でなんか写真を撮ったりしてたからちょっと遅くなっちゃったけど、ほぼほぼあっという間に着きました。やっぱ日本大通りで見たいな。多分この日本大通りでは紙吹雪とかやるんじゃないかなって思ってます。じゃん、朝の浜下。バーン、朝の浜下です。誰かいんのかな、いないかさすがに。じゃあこんな感じでパレードルートを歩きました。じゃあ帰りはノーカットで走ろうかな。今の時間は10時18分です。じゃあちょっと景色をお楽しみください。頑張って走ります。私はマジで銀杏やばい、マジで銀杏だけやばい。ちょっとこのハマスターバックに走る感じ。みんなはだいたいどこで見るとか決めたのかしら。これから決めるのかな。結構ね、そんなに長い距離じゃないけど、どうなんだろう、普通に収まらないよな。うわ楽しみ、本当に楽しみなんだけど、なんかやっぱせっかくだからさ、なんかそのパレードを楽しむ選手を見たいじゃん。パレードと景色とかを楽しむ選手を見たいと思う、考えるとやっぱ日本大通りが一番いいのかもしれない。めちゃくちゃ綺麗。ここで選手を見たいと思った。なんか赤レンガ前とかより、なんて言えばいいんだろう、なんかごちゃごちゃしてんじゃんここ、木とかビルとかがあって、だからなんかあの赤レンガ前とかの開けてるとことかよりここで景色が完結するから、なんかこことかもうさ、めっちゃさポスターになりそうじゃない、パレード中ポスターってか写真になりそうじゃない？映えめっちゃ。ありがとねっていう感じ。でも人すごいんだろうな。パレード自体はちゃんと動画を撮れる気がしてません。正直。ちょっとどうせ他の人の映り込みとかを気をつけるとなると、パレードすごいたくさんの人ですわーみたいな映像は撮れない気がしてて、だからレナが楽しんでるところをちょろっとまとめる動画はできると思う。てかあとパレード中の選手を捉えたいけど、なんかそんなうまく撮れんのかな。もみくちゃだよね多分。でもさ、それもまた思い出じゃん。なんか画角やばい気がするんだけど、まあいっか。もう本当に楽しみだわ。楽しみっていう言葉しか出てこない。てかなんかパレードが終わったらいよいよ選手たちを見れなくなる、もう。っていうかでもウィンターリーグに出る選手とかは
来ないのかパレード。え、パレードだけは来てほしくない？普通にどうなんだろう。はい、日本大通り終わり。さっきとはじゃあ逆サイの道で県庁の横を通ります。なんかめっちゃ緩く走ってるけど絶対走んないよりいいし、じんわり汗かいてるし、なんかルナってすごい走るの好きなの。結構走れるよ、結構長く走れるんだけど、でもちょっと久しぶりすぎて無理かも。だけどなんか走るとすぐ足の筋肉ムキムキになっちゃうのね。マジでふくらはぎひらめになるの。そうだからちょうどいいかも、こんぐらいゆるく走ってる方が。なんか1年ぶりくらいにさ運動走ってるからさ、急にやったらさ怪我しちゃったりするからだからこんぐらいゆるい方がいいんです。結構信号があります。なんか1年半前のジョギング動画は信号がないところを選んで走ってたの。しかも早朝に。今日は寝坊。なんかこの DJI がめっちゃ軽い、 GoPro より軽いしめっちゃ便利だから、なんかこれにつける広角レンズと、なんか下にちょっと棒があればこんぐらいで持てるから、なんか広角レンズと棒を用意したら多分もっと撮りやすくなる気がする。ここもねパレードルートですよ、さっき言ったところ。いやまあここもいいけどね、どうなるんだろう。いや結構ここ最初いいなって思ったの。でもなんか日本大通り見たらさすがに日本大通りのが良くねってなった。普通にここ坂できついんだけど。てか本当はさ今日の夜にさ赤レンガマーケットでクリス、赤レンガ倉庫でクリスマスマーケットの動画今日の夜撮る予定だったから、もう一回今日館内に来るかもしれない。シーズン中くらい来てる。12月22日に自分もイベントを控えているので、ちょいちょい走ったりとか、ちょいちょいダイエット的なことを考えてみたりしてるけど、そんなすぐには変わらない。なんかさパレードの時にさ、なんか騒ぎとか事件が起きないといいな。最後まで横浜ファンいい子でいい子で楽しみましょう。譲り合いの気持ちを持って俺らのファン最高って言ってもらえるような感じでなるといいな。あもう赤レンガには続々と人が集まっています。赤レンガのが人気でも、ハンマーヘッドもさ美味しいご飯屋さんとかおしゃれなお店結構あるし、なんかこの前三浦監督の娘さんがなんか番長と朝ごはんみたいなハンマーヘッドで食べてたの載せてた気がする。だから結構ね、番長もいる時があるかもっていう感じ。ずっと今パレードルートをたどってます。早朝に来ればよかったという後悔が否めません。もうあっという間にもうすぐハンマーヘッドに戻ります。本当に暑かったわ。いやこんな動いてるからとはいえめっちゃちょっとしか動いてないよ。レナこんな汗かく。タイツがやばいわ、タイツとこのモコモコ靴下がやばいわ。どう考えても
ミスったわ。そんでこのキャップ洗わないと、やばいくらい汗かいたわ。あのピッチャーくらいここグラデーションになってきちゃうかもしれない。鼻水やばいし。いやでもそう、なんか最近めっちゃしょっちゅう風邪ひいててさ、なんか毎週のようにさ風邪ひいたってるの言ってるじゃん。そうだから体力作りも大事。来シーズンに向けてリーグ優勝目指すわ。リーグ優勝だから。はあ、疲れた。ダメだ、全然疲れてる。ちなみにここね、もうここほぼ帰ってきた。ここ最初のパレードスタート地点くらいで、そこがハンマーヘッドなんだけど、こっちがマリン&ウォークっていう商業施設です。でそこがワーポ。全部ねデートにはおすすめっていう感じです。赤レンガ、ワーポ、マリン&ウォーク、ハンマーヘッド、ワールドポーターズ、あとランドマーク、マークイズ。もうみなとみらいは無限にデートできます。村田未来デート企画撮りたい。あとね、ルナが1個狙ってるのはカップヌードルミュージアムに行きたくて、横浜優勝記念カップヌードルを作りたかったのなんだけど、なんか麺作りができる体験コーナーみたいなのがあって、なんかどうやらそれが2ヶ月先までようやく埋まってて、人気すぎないと思って、だからなんか2月くらいにはそれの予約取れそうだったから、それ行こうかなって思ってる。カップヌー、もう遊ぶとこ無限にあります。あとね、ちょうどさっきここなんだっけ、館船とかがめっちゃある。そういう遊びもあります、船系で。ここですね、ここがハンマーヘッドのスタート地点に戻ってきました。まあ奥っちょまで行かなくていいかな。この辺のベンチに座れますか。まあ海はねそんなに綺麗っていうわけではないんですけど、嬉しいミニ情報を言うと、マリン&ウォーク、このハンマーヘッドの横の施設はめっちゃワンコがいるの。もうここでね、でももうマジで運命的に可愛いボストンテリアちゃんに会ったりとか、今もね可愛いワンコがいるし、本当ワンコパラダイスなのマリン&ウォーク。だから合法で幸せに飼われてるワンコを見れるので、それもおすすめです。いやー、今の時間ですね、今の時間は10時半です。10時半になりました。日本大通りでちょっとサムネとかめっちゃ撮ってたからさ、それで結構時間かかったけど、ちょうど1時間だ。9時半にスタートしたからちょうど1時間で戻ってきました。この動画はちょっとカットして40分30分くらいかな。最後まで見てくれた人ありがとうございました。冬のランニングももうちょっと涼しい格好でいいっていうことが分かりました。てか今日が暑かったわ。ピカピカに晴れてやがる。パレードの日もこんぐらい晴れるといいなと思いつつ、暑くてくらいの方がいいっしょ。まだなんか寒いとまたみんな風邪ひいちゃったりすると思うからね。てか眩しすぎてここ漏れないわ。マリン&ウォークめっちゃ可愛いんだよな。でもなんかほんとおしゃれ施設だからさ、そんなにめっちゃただのおしゃれ施設にただただママとお出かけしに来る動画とか撮りたいな。みなとみらいに特化してオフシーズンはお出かけ Vlog を撮っていきたいなと思っております。横浜生まれを誇りに思って。なんかめっちゃ横浜みなとみらい詳しいはずなのに、いざね、いざ聞かれるとなんかほんと分かんなくて、おすすめとかが。だからなんか来シーズン横浜遠征するしに来る人とかもいるじゃん多分。そういう人がさ、レナの動画を見てくれたりすることもあるじゃん多分。だからオフシーズンは横浜周辺のお出かけスポットみたいなのをたくさん撮りに行けたらいいなって思ってる。でそれ以外にはレナが普段頑張ってる歌のこととか弾き語りとか曲作ったりライブしたり、
歌ってみたとかもやりたいし、お菓子作り、そう、もっとパティシエで、パティシエが本業なのね。そうだからお菓子作って売ったりとか、なんかレシピ動画を、なんかあんま伸びないし大変だし本当嫌なんだけど、レシピ動画もちょっとは世に残したいし、嫌だからやらないかもしれないけど、そうレシピ動画とか、あとお菓子販売、イベントでお菓子作ったりとか、あと製造配信とかもやりたいなと思ってます。あとはこの前スケジュールをツイッターに載せて、本当それ通りになるかわかんないんだけど、なんか配信とか週3で、火曜日は晩酌配信、雑談配信で、木曜日は寝落ち配信で、土曜日は隔週で弾き語りとかして、隔週でなんかコスプレとかしたいなって思ってる。そう、どうか日どっちかだね。で、あとレッチンチャンネル YouTube3 周年記念が水曜日だ。そうとか、クリスマスとか年越しとかはなんか通常の配信とプラスで配信したいなって思ってます。3周年記念めっちゃ楽しみ。でも何するか全然決まってない。そこも多分ちょっとコスプレして、ちょっと歌って、ちょっとスイーツ食べて、ケーキ食べてみたいな感じになると思います。とにかく野球シーズンは終わっちゃうし、来週でパレードも終わっちゃうけど、オフシーズンこそ、オフシーズンもめちゃめちゃ自分のことを頑張りたいと思っているので、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。あと高評価、グッドボタン、ちょっとでも、なんかめっちゃこれの横でやってた、ちょっとでもパレードを参考になったなとか、横浜ファンの人、来シーズン一緒に応援したいなとか、あとはお菓子が好きな人とか、歌が好きな人とか、単純にレナのこと好きって思ってくれた人とかも、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。バイバーイ。次はパレード、あ、そうだ、パレードの時はあのメンバーシップでレナどこで見てるって言うと思うから、あのその時にメンバーの人はぜひ会いに来てください。メンバーじゃない人も見かけたら声かけてください。かけなくてもいいです。パレード楽しみましょう。じゃあ終わります。バイバーイ。